北沢峠は、山梨県南アルプス市と長野県稲市との境界に、ある峠である。標高は2032メートル。南アルプスの峠の一つであり、南アルプス北部に位置するカイコマが竹、千上が竹などへの登山拠点として重要である。峠に、山梨県営南アルプス林道、稲市営林道南アルプスが通じているが、通年、マイカー規制により、 一般車両の通行が禁止されている。自家用車利用の場合は、規制区間外にある駐車場に自動車を駐車して路線バスかタクシーに乗り換える必要がある。公共交通機関利用の場合は、最寄りの鉄道駅から峠まで直通する路線バスはないのでバスを乗り継いで峠まで行くことになる。峠へのバスは季節運行であり運行日の確認が必要。 広川原から南アルプス市営バスにて北沢峠下車。広川原までのアクセス川流荘から稲市営バスにて北沢峠下車。川流荘までのアクセス稲市営の南アルプス林道バスの営業所は川流荘にあるが、かつては高東方面からのバスが川流荘に乗り入れていなかったため、下流の都大口が始住点となっている。かつては、 新宿駅新南口から千流荘までは高速バス、南アルプス号が直通運行されていたが、2009年7月31日で廃止となったが、2013年9月14日からは、中央本線地の駅と千流荘を結ぶ路線バスとして運行日限定で南アルプス号が復活した。以下は2007年に行われたものである。 道路状況により変更される可能性がある。ありがとうございます。